皆さん、こんにちは。今回は、アーティキュレーションというものについて少しお話をしてみようかと思います。アーティキュレーションはですね、知らず守らずはダメな演奏と、私がこの、言葉にあるくらい、アーティキュレーションってすっごい大事なんですよね。で、知らず守らず、これは困りますので、アーティキュレーションとは一体何ぞやというお話からしておきますと、器楽ではアーティキュレーションってこう指の、あ、ごめんなさい、あのベロの動き、舌の動きですね、舌の動きに他ならないと思うんですよね。もう長い音符の 時からアーティキュレーションってのはあるんですけど、例えばミーファーソーファーミーレードあります、あったとします。2分音符が連続してる。で、普通はこうやって吹きませんか？これはダメなんですよ。ダメなんです。もう一回言いますよ。こうじゃなくて、口で歌ってみると、ターンターンターンって言うじゃないですか。ですから、こういう風になると、歌ってるのと同じになりますよね。で、基本的には声を出してみた時と同じようになりたいんですよ。ターンターンターン、声にタータータって言いますよね。だから声に出した時と同じこういう吹き方をするといいんだろうと思います。それから、ドドドっていう場合もこういう風な動きっていうか音が鳴るんですけど、それもこういう風に全部ちっちゃいんっていうの、タンタッタッタンタッタッタンタッタッタ、必ず口で歌ってみると、声に出して歌ってみるとちっちゃいんが上手に入るはずなんですよ。そのように吹けばいい。で、そのためには頭の音を、例えばこうやろうとしても、この最初のドの発音が、息が遅いとなんかこう跡が飛行にも弾けなくなるんじゃないですか。だから頭をこういうふうなことからスタートして、あとが抜けると、一番最初のこれも一緒なんですよね。もう空気が何も動かないです。ター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 タ、いかに頭がの音の空気の出し方が大切か。タンタータータでは。ないんですよ。だからターンタッタターンタッタ、いろんなことが音の表情に現れてくるのが音楽なんですね。で、なお、細かく動き出したら、例えばこういうのがあるとすれば、アーティキュレーションって一番最初のソーミミドラファファレって吹きましたけど、スラー2つの頭の音はベロをつきます。その次のソーミーの、そのソーミミドが最後が2つスタッカートですから、ソーミ、このミは後ろがスタッカートだから、ソーミと短く吹きます。短く吹き、ティーやったっとティーやったっと、やってみます。最後のドもターンですね。で、これがなかなか中高バンドでは、できないんですよ。こうなります。これ違いますよね。これが違うんですよ。だからある子は
こう吹きます。ある人はこうやると長い音符が聞こえてしまうんですよ、全体に。クラリネットなんてサックスもフルートもそうですが、同じ音をみんなで吹くことが多いですよね、合奏の中では。吹奏楽などの合奏の中では、そうすると一人でもこのことができてない、長い音符になってしまう声と、それが聞こえてしまうんですよ。だからそれが聞こえてしまうと間違って聞こえます。ほとんどの人がこうやってても、誰か一人がこうやることによって、その違ったのが聞こえるんですね。ですから、そういうことでは困るので、みんながアーティキュレーションをもっと真剣に考え取り組んでいけたらいいと思います。なお音符っていうのは、一番最後のともここもそうなんですよ。これだと最後のドがダメですよね、ということがいっぱい分かるようになってくると、演奏ってすごい上手になりますから、アーティキュレーションに気をつけながら練習しましょう。アーティキュレーションの話でした。